会いたい日産地のラジオ。ここからはこちらのコーナー、人間界とエルフ界。リスナーの皆さんが思う人間界とエルフ界のイメージをシチュエーションごとに送ってもらい、エルフ界のイメージが合っているのかエルが判定していくコーナーです。ということで毎回ゲストさんに聞いているんですけど、はい、オリバーさんはエルフ界のイメージってあります？想像でいいんですけど、なんかこう超然としていて、うん、すごい 気品がすごいあって、伝統を重んじて、うん、人間を見下していて、伝統におごりすぎて最終的に滅ぼされるイメージ、うん、ひどい、つまり調子に乗りすぎて滅ぼされてしまうという、いや半分冗談ですがっつり多分後半が冗談だと思いたいですけどね、はい、気をつけます。でもやっぱ憧れはありますよね、やっぱすごく。あ、本当？はい、実際にエルさんお会いしてからやはりすごい頼れるお姉さんなんで、なってみます。なってみますなれるんですか、後付けでではメールを紹介していきます。ラジオネームキャットフードさんからです。シチュエーション、ブロックされた時、人間界の場合、悲しいよ。エルフ界の場合、爆笑。どういうイメージ、これ喜怒哀楽がバグってるってことですよねつまりあ、でもちょっとわかるな、うん、嘘、うん、本当なんかそういう人いるイメージありますね、うん、あー、うん、おーやなんかなぜか知らないんですけど、ブロックされて、うん、おーやったぜってなる人とかあ僕結構なんだろう、批判的な意見来ると、うん、はい、ようやったぜってなりますもん。あーなんかちゃかしちゃうタイプっていうか、ちゃかすとでもないんですよね、うん、なんか何なんでしょう、ありがとうございますってなりますご意見ご感想に入るってことですか、それは。あーなるほどですね、はい、いや悲しいですよエルもブロックされたらやめてください、ちょっとエルにも喜怒哀楽あるんですからいやでもチャイチャイとかグエルさんが同じなのかって言われると分かんないです彼らはどっちのタイプなんでしょうね。読めないな、あの二人。読めないですね、言われて爆笑って言われても、あ確かにって言う未来も想像できなくもない。グエルさんはなんかそれを機に何か企画に紐付けようとしそうですよね確かにブロック関係の企画をなんとか切り出そうと捻出しようとする気がします、うん、お前企画にするぞな勢いが出てきそうですグエルさん。では続きまして、はい、ラジオネームバッシーさんからです。シチュエーション、保険について。人間界の場合、生命保険を中心にもしもの時に備える。エルフ界の場合、火災保険に一番力を入れる。生命保険は人間から守るため、耳や羽に対するものが多い。せちがらい、これはせちがらいひどいな。火災保険、燃やされることをそんなに恐れているってことですか、まあ、エルたち。まあでも森はよく燃やされてるイメージありますね。いやそうです、それこれもだいぶね前のネタなんですけどね、うん、同期の樋口さんと月野さんに主にですね、なんかをうるせえ森燃やすぞみたいな感じで、うん、いじられていた時期があったんですけど、まさか今でも今でも火災保険大事、ま、逆にその時の経験から火災保険が大事になったかも。あそうですね、あのエルの惨状を見てその制度が確立したのかもしれないですね、エルフに。ただ耳とか体の部位に保険かけるのは本当につらいよ耳や羽なんか闇を感じますよね。闇を感じましたよもう生命だったらね、もうなんかね、あーってなりますけど、耳や羽ってなんかバイバイされているのではないかとね。だからもうこのお便り送った人は売る気満々じゃないですかひどい、恐ろしいですよ人間、ま、でも確かにいつかのラジオか配信かで、はい、羽は一回切られてもまた元に戻るっていうのを話したので、うん、痛くはないんですか。痛くはなんかトカゲのしっぽ理論なので。あ、なるほど、うん、羽はもがれてもまた生えてくるんですけれどもではいよいよの時は自ら売るとか、うん、あ、めいよいよの時やだ、いやそうならないようにちょっとお仕事頑張ります、よろしくお願いします、お願いいたします、お願いしますということで
でこんな感じで皆さんから人間界とエルフ界のイメージを送ってきてください。なんか毎回エルフ界の方がマイナスですけど、全然エルフ界がプラスの場合でもいいんですよ。なんか以上、人間界とエルフ界のコーナーでした。2時3時アワー、だいたい2時3時のラジオ。続いてはこちら、エルフの森を守れ。森を燃やすネタでいじられがちな私エルですが、このコーナーではリスナーの皆さんが行っているエコ活動について送ってもらっています。皆さんの一つ一つの行動がエルフの森を守ります。では早速メールを紹介していきましょう。ラジオネームクリーンさんからです。水を買うのがもったいなくて浄水器をつけました。味の違いは分かりませんがエコにはなってるはずです。え、本当ですか？これエコですか？電気代とかで結局環境には影響してるんじゃないですかね。あ、そか。でも、まあ、ペットボトル買うよりは全然いいのか。水を買わなくなったから、うん、あーなるほど。あ、じゃあエコですね、これ。エコですね、うん、浄水器か。エルも買ってみようかな。水道はねもうそのままなんですよね、うん、水僕も水道水でいいじゃんと思ってますね、うん、あ、いいじゃん。は、はい、やっぱエデンと比べて、僕エデンという和所出身なんですけれども、はい、うんうん、エデンと比べて日本ってすごく水の品質が高いので、あ、エデンは逆に悪いんだ。まあやっぱ上流とかその水のシステムって日本ってその世界でも先進的な部分があるので、あ、うんうんうん、はい、全然味違いますね。あ、そうなんだ。その都市部ですら美味しいと感じますもん、うん、すごい。え、じゃあ逆になんかその舌羨ましいですね。あ、今まで悪かったからちょっとバカになってるのかもしれませんね。逆に、ね、逆にじゃあエコ活動ありがとうございます。ありがとうございます。これからも続けてください。では続きまして、ラジオネームバッシーさんからです。環境を守るために定期的に息を止めています。いや、出た出た。はい、ありがとう。え、何ですかちょっと。投げありな、ありがとうでしたね。もうあ、だからね、二酸化炭素出さないだろうみたいな、ね、出さないようにね。なるほどね。頑張ってくださってとか、ちょっと水を差すようで悪いんですけど、うん、多分一人が頑張って二酸化炭素を止めてとしたら、多分10秒20秒ぐらいだったら、そうですね、大して環境には影響ないかな。わあ、でも頑張ってくれてるんでしょう。いや、努力は認めたいですね。努力は認めたいですね。ありがとう。今ラジオ息止めて聞いてます。大丈夫ですか？ちょっとちょっと健康には気をつけていただいて。脳に悪いですよ、うん、あ、確かに。あと止めた分に息が上がってしまうから、結局ね、一緒だ。プラマイで言ったらマイナスの方が大きいかもしれないですね。普通の呼吸の方がもしかしたら、うん、確かに。あ、じゃあもうこれはやめておきましょう。ゆっくり呼吸しましょう、ね、うん、そうね、ゆっくり呼吸。努力は認めます。ありがとうございます。ということで、こんな感じで皆さんからのエコ活動報告お待ちしております。以上、エルフの森を守れのコーナーでした。だいたい二次産地のラジオ、そろそろおしまいの時間が近づいてまいりました。番組ではリスナーの皆さんからのメッセージ、各コーナー宛てのお便りをお待ちしております。宛先はおはがきの場合、郵便番号 105-8000 に文化放送超 A&G プラスだいたい二次産地のラジオまで。メールも受け付けております。メールの場合はすべて小文字で、二次産地 @joqr.net、@joqr.net まで送ってください。またこの番組は本日から1週間後にアーカイブを YouTube チャンネルにアップします。二次三次チャンネルには番組の前半パートが、文化放送 V&R チャンネルには番組の後半パートがアップされますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。ということで、本日の放送いかがでしたでしょうか、オリバーさん。
いや、前回よりは慣れたから緊張はだいぶなくて、はい、うん、よかった、ありがとうございます。なんとかできたかなと思います。ありがとうございます。なんとかできた。いやでもね、もし今後もまたご一緒できるように、はい、トーク力磨かなきゃなと思いました。いやいや、全然楽しかったですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは今週の第三次ラジオはここまで。お相手を務めましたのはエルと、そしてゲストのオリバー・エヴァンスでした。バイバーイ。バイバーイ。